クリちゃんがね、これね、あのケイちゃんっていうね友達なんですけども、クリちゃんね。クリちゃんがね今ね、プレゼントをね、デレデレしてね、鼻の下がねもう。デレデレしてね。うっせえな。鼻の下がね、もう。おない、おすげえ。ジュクジュクになってます。鼻が。おい。ありがとう。なんかいろんなところにいろんな本があってあるね。そうそう。手紙書くこととかある。ありがとう。書きますわ。ちゃんと書いてね。手紙も書いてね。すごい。手紙書いてね。てかさ、俺ケイちゃんに欲しいものとってあるね。何？あのマイケル・ジャクソンの T シャツちょうだい。なんで知ってんの？知ってるじゃん、だって俺あれ欲しいと思っててさ。あれ？あれ、ブームを掴んでるよね。掴んでるあれ欲しいなと思って。よくわかってらっしゃる。すごいとって。そうだよ。あ、すごいかっこいいよ。何が？ねえ、なんか逆光ですごい髪の毛だね。かっこいいと言われてね、デレデレしてます。デレデレすいません、デレデレしますよ。いつ行くの？いや、まだ決まってない。仕事も決まってないんで。あ、9月の20日ぐらい、もう9月の9日には行きたいなと思って。師匠がいる。師匠っていうか、なんかクリジャー企画っていう会社、プロダクション会社みたいなグランド似顔絵師を演出する会社の、そこのなんかそのメンバーに、まあ、もう半年前はそこのワークショップみたいなのが出てて、それ以降が本当にメンバーになって、中でプロのクラウドとしてやるためのカリキュラムがあって、それに勝ち残るお金をもらえる。本当に？え、今勝ち残ったとこ？まだ勝ち残ってない。これからのとこ？これからもっと大変ですよ。2、3年はありとあらゆる。いつ勉強するの？いや、もうそれとは言えない。あんまり？だから、多分あれだな、ケイちゃんが一時期学校通ってたようにちょっと。あの悲惨だ。そうなんだ。後ろから見たい。